山際勝三郎から1930年3月2日は、日本の病理学者、人工眼研究のパイオニアとして知られる。山際勝三郎の胸像、清水隆史製作品の国上田城下に、上田藩士の山本製作の三男として生まれる。後に、同郷の医師である、山際義也の養子となり、ドイツ語を学びつつ、医師を目指した。1880年に、 東京大学予備門。1885年には東京大学医学部に入学し、卒業時は主席という成績を残す。1891年に東京帝大医学部助教授となる。1892年からドイツに留学し、コッホ、フィルヒョ票に指示。帰国後の1895年に東京帝大医学部教授に就任。専門は病理解剖学。 特に癌研究では日本の第一人者であった。1899年には肺結核を患う者の療養を続けながら研究を行う。1915年には世界で初めて化学物質による人工癌の発生に成功。1919年に帝国学士院賞を受賞。1923年には帝大を定年退官。 1928年にドイツからノルドホフユング賞を受賞。1930年、肺炎で逝去する。三男に、帯広畜産大学学長、北大元教授の山際三郎がいる。三郎は、北大農学部比較病理学教室で、東大における、勝三サブロの助手で、勝三サブロと学習院賞を共同受賞していた、市川光一に学び。 一川のポストを継ぐ。外村に作曲家の別宮佐田を英文学者で上智大学教授の別宮帝徳がいる。また、京都大学総長の山際俊一は登園にあたる。彼は人工がんの研究以前に胃がんの発生および肝臓細胞がんについての研究を行っていた。そこで彼は環境が,がん細胞を作るといい。 特定の癌化する細胞があるのではないと述べている。当時、癌の発生原因は不明であり、主たる説に刺激説、素因説などが存在していた。山際は煙突掃除婦に皮膚癌の罹患が多いことに着目して刺激説を取り、実験を開始する。その実験はひたすらうさぎの耳にコールタールを、吐殺し続けるという地道なもので、山際は、 助手の市川光一と共に、実に3年以上にわたって反復実験を行い、1915年にはついに人工岩の発生に成功する。これは、コールタールを扱う職人の手、顔、頭などに岩を生じることがあるという基地の臨床学的事実に基づくものであり、すでに多くの学者が失敗していたものであった。小さな主要的なものを生じても、 悪性のものは作れなかったのである。しかし、彼は信念を持って継続し、とうとうこの発見にたどり着いた。なお、彼が成功した原因としては、モデル生物としてウサギを選んだ点も挙げられる。ラットでは同様の方法でのガン発生率は極めて低いことが知られている。彼はこの後に、ガンの免疫に関する研究に方向を変え、 そちらでは大きな成果を上げることはできなかった。1920年代において山際による人工癌の発生に先駆けてデンマークのヨハネス・フィビゲルが寄生虫による人工癌発生に成功したとされていた。当時からフィビゲルの研究は一般的なものではなく山際の研究こそが岩研究の発展に貢献するものではないかという意見が存在していたにもかかわらず、 1926年には、フィビゲルに、ノーベル生理学、医学賞が与えられた。しかし1952年アメリカのヒッチコックとベルは、フィビゲルの観察した病変は、ビタミン A 欠乏症のラットに寄生虫が感染した際に起こる変化であり、ガンではないことを証明した。フィビゲルの残した標本を再検討しても、ガンと呼べるものではなく、彼の診断基準自体に、 誤りがあったことが判明した。現在、人工がんの発生、それによるがんの研究は山際の業績によると言える。山際は1925年、1926年、1928年と、没後の1936年の4度、ノーベル生理学、医学賞にノミネートされている。1925年と1936年は、 日本人からの推薦のみであったが、1926年と1928年はいずれも海外からでフィビゲルとの連名での推薦であった。この中で最も受賞の可能性が高かったのはフィビゲルが受賞した1926年である。ノーベル財団所蔵の資料によると同年の選考過程は以下のようなものであった。ノーベル委員会は フォルケ・ヘンシェンとヒルギング・バーグストランドの二人のスウェーデン人医学者にフィビゲルとヤマギワについての審査を依頼した。ヘンシェンは過去にフィビゲルを推薦したことがあり、当初作成した報告書ではフィビゲルとヤマギワの両方に高い評価を与え、人工外はノーベル賞に値し、もし寄生虫による発見者であるフィビゲルと タールによる発見者である山際の両名でしょうを分けるとすればそれは当然であると述べた。バーグストランドは人工癌の意義は認めたものの、すでに知られていた煙突清掃員や放射線回の職業癌を例に出し、それらの事実を追認したに過ぎず、癌の起源に関しては少しも新たな事実に光を当てていないとした。彼は新しい知識や手法の価値は、 長期間にわたる臨床的な事実による知見でのみ実験的に確認されると考えていた。バーグストランドはオットワールブルクによる癌組織の嫌気性代謝に関する研究の方が将来の癌研究には重要であるという立場からフィビゲルト山際の人工癌の研究はノーベル賞には値しないと結論付けた。一方でバーグストランドは バクテリオファージ研究者のフェリックス・デレイユを強く推薦し、この点をめぐってもデレイユの研究の独創性を疑問視する変身との間で対立した。ノーベル委員会は、デレイユについて別の専門家に助言を依頼し、変身の意見が認められた。しかし、バーグストランドが人工眼への受賞に反対していたため、変身は、フィビゲルア・ヤマギが科学界に入ってくる以前に、 発見の根拠となる素晴らしいアイデアを持っていたとして、共同受賞という当初の意見を変更し、フィビゲルについてのみ受賞に賛成する新たな報告書をノーベル委員会に提出した。これらを受けてノーベル委員会は受賞者を決定した。編集は1966年10月に東京で開かれた国際岩会議の際に行った講演で、私は ノーベル医学賞を山際博士に送ることを強力に提唱したものです。不幸にして力足らず実現しなかったことは日本国民の皆さんに申し訳がないと述べた。また、選考委員会が開かれた際に東洋人にはノーベル賞は早すぎるという発言や同様の議論が堂々となされていたことも明かしている。 東洋人を理由とする意見は他にもあるが、科学ジャーナリストのババレン連イはその著書、ノーベル賞の100年の中で3回にわたるノーベル財団への取材経験から、ノーベル賞選考における日本人差別は100%ないだろうと指摘している。前期の選考過程を検証した文書アナリシスオブ、イロング、ノーベルプライズ、ヨハネス・ファイビガー、1926。 A ースタディ・ in the Nobel a r c h においても人種的な差別については言及されていない。彼は短歌やホックをたしなみ、出身地の千曲川にちなんで曲がり川という語を持っていた。作品集に曲がり川区集があり、そこには以下のような人口岩に関する句も含まれている。ありがとうございます。